現行の PSO-1M に、照準機 PSO-1 は、ソビエト連邦で1963年に開発された、光学照準機である。PSO-1 は、千羽ついてが使用する、光学照準機として、SVD 狙撃銃用に開発された。PSO-1 は、登場時点において、大量生産された、マークスマンライフル、狙撃銃に用いる、 光学照準機としては最も技術的に進んだものであった。現在は、ノボシビルスクの NPZ が製造を行っている。現行のモデルは PSO-1M2 であるが、原型との違いは、赤外線投光機検知用フィルターを廃止したことで、ある。PSO-1 の照準線。1水平補正メモリに主照準点3、補助照準点4簡易距離計距離計の使用例。 イラストでは400メートル PSO-1 の本体はマグネシウム合金からなっている。PSO-1 は簡易なダイオード電球によって照らされる緑色の照準線が特徴的である。また他の特徴としてよく尖れと何層にもコーティングされた光学部品、擦り傷から保護するためのエナメル焼き付け仕上げ素早い、取り外しが可能な延長の日よけなどがある。内部には レンズの曇り防止のために窒素が封入されており、PSO-1 は -50 摂氏50度の環境で使用することができる。PSO-1 は群で使用される照準器の中でも上位のものであると考えられている。上下方向調節用のエレベーションターレットは PDC としての性質を持っており、100から1000メートルの範囲にある目標と、 光線できるように50メートルもしくは100メートル単位での調節が可能である。BDC は一定の空気密度の下で、ある銃と弾薬との組み合わせによる固有の弾道曲線に合わせて調節する必要がある。したがって、環境や気象条件が BDC 調節時と著しく異なるような状況下では誤差が生じることとなる。いては、 このような誤差を補正するために訓練を積む必要がある。PDC や垂直方向の小準線調節に、加えて、変流や水平方向の小準線の調節についても、伊手がターレットの蓋を外すことなく操作できるなど、簡単に調節を行うことが可能である。PSO-1 の特徴的なマウントは、SVD の側面レールへの取り付けを考慮した、設計がなされている。 このレールは、ワルシャワ条約機構で用いられるあり継ぎ式のもので、PSO-1 を10に装着すると、照準機の軸線は、オズツの中心線よりも左側にオフセットされる形になる。マウントは、ロッキングレバーに固定するための溝付きナットを有する。止め金をバネで固定する際のテンションはナットを調節することで必要に応じて、強くすることも弱くすることも可能である。 PSO-1 と共に支給される付属品としては、接眼部に取り付けて余計な像が映り込まないようにするためのフード、運搬、保管時に使用するケースなどがある。中央上部の山マークは主小準点である。主小準点の下側に並んだ3個の山マークは BDC で調整可能な射距離である1000メートルを超える目標に対して射撃する際に使用する。 補助照準点である。主照準点の照準距離が1000メートルの時、3つの補助。照準点は上から順2 1 0 0メートル、1200メートル、1300メートルを表している。水平方向に並んだ左右10個のメモリは、変流や移動目標に対する照準の補正、あるいは照準としても使用する。また、メモリの間隔は1ミルであり、これを利用して簡易距離計としても、 利用可能である。例として、ある物体の幅が5メートルであるとき、その物体が重木製の幅に見える場合の距離は500メートルで、あるとわかる。左側は、簡易距離計であり、1.7メートル高の物体、もしくは人間との距離を200から1000メートルの範囲内で求めることができる。使用法は、目標の下場を直線、目標の上端を曲線に合わせることで曲線に、 刻まれているメモリから目標との距離を素早く読み取ることができる。PSO-1 の照準線のレイアウトは他のワルシャワ条約機構加盟国で製造された照準機においても見ることができる。対アクティブ暗視装置が先進国の軍用装備として一般的でなくなったため HATABCPSO-1 マニュアル HAT ドラオーグナブオプティックスアプリケーションズ。ありがとうございます。